はい、今回もね、このまた、抹茶シリーズですが、石川のかじ茶のほうじ茶と京都の宇治抹茶、そして静岡の、天空の玄米茶というものを使っているものですね。その3種類の味を使った抹茶で、ちょっとずついろいろ食べたいよ、ぎゅっと一個に3種類した日本茶をお楽しみいただきたいということで、こういうふうに、まあ、パッケージもこういうふうになってますね。京都、石川、静岡というふうになってるんですが、食べたいと思います。これは石川のですね。ほうじ茶だわ。完全にこれほうじ茶という感じで、まさにあのほうじ茶の独特な味が、もうほうじ茶そのものだね。の本当それをチョコにした感じで非常にいいです。でこれね、京都の宇治抹茶、この宇治抹茶もね、濃い味、濃いあの濃さのあの濃さの京都の宇治抹茶、あの苦い感じが出てる。これが贅沢だわ。で、これが、静岡。いただきますか。静岡はやっぱり、なんていうの、京都ほど濃くはないんですよ。ただ、薄めの感じでね、さっぱりでしょ。薄めなんだけども、少し苦味が、さっぱりとした感じ。まあ日本というとお茶ですから、まあそれは人の住んでる地域とか飲み慣れてるものによって違うと思うけど、人によってね。で、私お茶って言うとやっぱりこの静岡のお茶かな。これがこう、なんか本来のお茶って感じだから。で、京都とか少し苦味があって、京都のお茶はちょっとこう上品な感じですけど、静岡は本当にこう、苦味が少ない。で、いたけどちゃんとお茶の味がサッとするっていうね。これですよ。結構お茶といってもね、みんながこう緑色してるかといいつもほうじ茶のようにこう緑じゃないっていうのもありますけど、でもまあなかなかどれもそれぞれの苦味、美味しさで、全然そのチョコの味とお茶の味が全然壊れてないんですよ。ちゃんと配分されてて、それぞれ配分されてて、チョコの甘い味がしつつも、お茶の苦味だとか、それぞれ3種類のお茶のわずかなこう違いで、そういったものがきちんと入ってくるんで、これはちょっと上品ですよ。これちょっと3月下旬ぐらいまでに限定商品みたいだったらしいですけど、まあなかなか美味しいですよ。これもしね、まだ間に合う方いたらね、もう買ってみてください。なかなか、お茶としても本当最高にいいなと思います。どうなんですか。